ラビアルディエール・ジャック・ジュリアン・ラビアルディエールは、フランスの博物学者である。オーストラリアの植物の収集などによって知られる。アランソンで商人の息子に生まれた。家系の姓はもともと宝刀であったが、祖父が貴族風に住んでいる地名のラビアルディエールを姓につけた。後年、ラビアルディエールは、自らの姓から、元の宝刀を落として、ラビアルディエールの姓で著書などを発表した。 1772年頃、モンペリエ大学に入学し、医学を学ぶが卒業せずに、ランスの大学に移り、1779年に卒業した。その後パリに出て、多くの時間を王立植物園で過ごし、博物学に興味を持ち、有力者で、植物学者のルイ・ニョーム・ルモニエの下で、植物収集の仕事をすることになった。1783年に、イギリスに送られ、 二年を過ごし、イギリスで栽培されている珍しい植物について学んだ。その間に、ジョゼフ・バンクスやジェームズ・エドワード・スミスらの植物学者と親しくなった。フランスに戻った後、フランス内のアルプス地方で最終旅行を行った。近東の植物研究のための旅行を計画し、ルモニエラの援助で1786年11月にパリを出発し、 マルセイユからカイロデキプロスを経て、シリアのラタキアに上陸した。ラタキアから沿岸に沿って南下し、レバノンなどを調査した。1888年にもクレタ島やコルシカ島などを訪れた。この二度の調査で1000余りの標本を収集し、その一部は後にラビアルディエールの著書、シリアの気象植物図の中で発表された。1791年に南太平洋で、 行方不明となったラペルーズ・ハクジャン・フランソワドガローの探検会を捜索するために派遣されたアントワーヌ・ブリュニー、ダントルカス島の船に乗船する博物学者に任命された。ダントルカス島はラペルーズを発見することはできなかったが、彼の船は南西オーストラリア、タスマニア、ニュージーランド、インドネシアに寄港した。ラビアル・ディエールはクロード・リシェ、 ベンテナラと演芸家のデライへの助けを受けて、動物や植物や地学の標本を集め、現地人の風習や言葉を調べた。探検中にフランス革命が起こり、ジャワに戻った時に収集した標本はイギリスに戦利品として奪われることになったがラビアルディエールは、ジョゼフ・バンクスらに働きかけ、標本の返還を受けることに成功した。1796年に、 フランスに戻り、公開の記録、リレーションジュボエッジアララシェールシェイデラペリウスを執筆し、フランス科学アカデミーの会員に選ばれた。1804年から1807年の間に、オーストラリアの植物に関するノービ・ホロンティプラントラムスペシメンを出版した。1816年に、スウェーデン科学アカデミーの外国人会員に選ばれた。ラビアル・ディエールの集めた標本は現在は、 フィレンツェの博物館に保管されている。ジェームズ・エドワード・スミスによって、オーストラリアの植物、ビラーディラに懸命されたほか、多くの植物にラビアルディエールの名が付けられている。ラビルは、植物の学名で命名者を示す場合にジャック・ジュリアン、ラビアルディエールを示すのに使われる。ありがとうございます。